少年たちの正体はヒルビリーバープス。ロカビリーを聞いてかっこいいと思って、じゃあ俺たちもかっこいいことしてみようなんて明るくバンドを始めちゃったんだって。ボーカルの宮城くんは松本隆監督の映画微熱少年にも出演。左手で弾くギターが耳にも目にも新鮮だね。僕は目の中に刻み込む。